はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツがトレードうまいんちゃうか説をちょっと実証していきたいなっていうふうに思います。今までのジャイアンツってFA 補強ばっかりやったじゃないですか。まあいわゆる金満球団というかね、もう金出しときゃジャイアンツ来るやろみたいな、よく印象がねあったと思うんですけども、今年に関してはですね、非常に FA というかですね、交換トレードであったりとか、金銭、まあトレードかなっていうところで非常に足りてない戦力というところをうまく補強できてるんじゃないかなっていうふうに思うし、非常に吉村さんが編成かな、編成というかいろいろやってると思うんですけども、非常にうまく回ってるんじゃないかな。まあ外国人も含めてですけども、非常にね、うまく補強できてるんじゃないかなっていうふうに思うので、今日はですね、まあそのトレードというところ、まあ新戦力ね、入っていきましたけども、そこをちょっとね、その個々の成績であったりとか、まあ僕のその選手に対する印象なんかもちょっとお話していきたいなっていうふうに思います。合計でですね、5名、いまして、投手が3人、野手が2人いるんですけども、まずじゃあピッチャーから行きましょうか。はい。まず高橋礼投手ね、ウォーカー選手と交換トレード、まあジャイアンツに来てくれたんですけども、まあ成績だけ見るとですね、9試合で、防御率 3.12、2勝2敗、ウィップが 1.25 というふうになってます。まあやはり春先ですね、まあローテしっかり回ってくれてて、まあ、頑張ってくれたっていうのがありました。ただ、まあ少しね、ちょっと制球を乱したりとか、まあちょっと打ち込まれたりっていうところがあって、今2軍でね、しっかり調整をしてくれてるというところなんですけども、やはりですね、まあその、なんかあんまりこう、ちょっと言い方が悪いかもしれないけども、まあ、ウォーカーを出して、まあ泉投手と高橋礼投手2人取ったわけですけども、まあ実際今、ソフトバンクにいたね、ウォーカーっていうのはあまり活躍してないという現状もありまして、まあ、ウォーカーがね、そのままジャイアンツにいたら、活躍できなかったかと言われると、まあそうではないんですけども、まあ実際、まあそういったところを見ると、ソフトバンクでなかなか活躍できてないというところがあるので、そういった意味で、まあ高橋礼投手ね、今ちょっと2軍に、言いますけども、まあ初めの方ね、シーズン序盤の方は非常に貢献してくれたというところで、まあその、まあここからもね、もう一回上がってくるという可能性も十二分にありますから、非常にね、これからの調整具合というところが楽しみなんじゃないかなっていうふうに思います。まあ連戦もね、後半、非常に多くなってくるので、まあ先発の駒というかね、使える駒というか、強いピッチャーっていうのは間違いなくね、先発ピッチャー必要なんでね、ジャイアンツ。ちょっと弱いところがあるので、まあ6枚目、7枚目ぐらいがちょっと弱いなっていう感じのところはあるので、そういったところでもう一回、全盛期というかね、調子を取り戻して戻ってきてほしいなというふうに僕は思ってます。はい。で、二人目はですね、泉投手ね、ソフトバンクから来ました。まあ非常に、まあウォーカー選手とね、まあウォーカー選手を一人出して、二人、高橋礼投手と泉投手がもらえたっていうところで、まあ非常にでかいよね、この交換トレードね。まあ成績見ていくとですね、24試合投げてて、まあ、防御率が 0.81、1勝0敗で、ウィップに関して 0.81 なんですよね。防御率と一緒のウィップというところで、もうえげつないなっていう感じはしてますと。で、ピッチャーの序列、まあ、優先度からするとですね、ちょっと落ちるんですけど、まあ、非常にね、まあ、点差があったりとか、そういったところで投げてくる可能性というかね、投げてるのが多いんですけども、まあ、相手からしてもね、非常に嫌なんじゃないかなというふうに思うし、まあ、そんなにね、制球を大きく崩すこともないですし、で、実際持ってる球の強さっていう、ストレートがね、やっぱ強くて、縦のスライダーがあってっていうところがあるんでね、まあ短いイニングで、まあ投げても1イニングなんで、まあそういった強いボール、キレのあるボールをですね、投げ込んでいけば、まあそんなに大崩れしないだろうなっていう感じはあるので、まあ実際僕ソフトバンク時代の投球をね、詳しいわけではないんですけども、なんでその出したんだろうっていうぐらい、まあ今ジャイアンツでね、活躍してくれてるんで、非常にね、ジャイアンツにとってはありがたいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、3人目ですね。近藤投手ね。はい。ちょっと、まだ1軍での登板はないんですけども、金銭トレードで、来られたというふうな形になりますと。で、まあ、1軍登板なしで、まあ、2軍での試合の成績がですね、24試合、防御率が 4.91、
1勝2敗、ウィップが 1.36 というところになっています。まあ、この成績だけ見たらちょっと厳しいなっていうところはあるんだけども、まあ一つポジティブなところを言うと、2軍での成績でね、脱三振率っていうのが 11.05 あるんですよね。まあこれは1試合に換算したら、9イニングで換算したら11個三振取るよっていうような、三振率になってくるので、そういったところで、まあ短いイニングをね、近藤投手は投げるわけですから、まあ結局バットに当てさせないっていうのが一番ね、手っ取り早くアウトを取る方法だと思うので、まあ結局バットに当たるとヒットにもなる可能性あるし、エラーもあるしっていうところ、いろいろね、起きてくる可能性があるんで、そういったところで結局簡単に、アウトを取るためにはというかね、一番いいアウトの取り方は何って言われると、まあ三振というところになるので、その三振がしっかり2軍で取れてるというところは非常にね、好材料なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、次じゃあちょっと野手見ていきたいと思うんですけども、野手が2人いましてですね、まず郡選手ね、若林選手と交換トレードでやってきたんですけども、まあ、実際今成績見るとですね、4試合で、打率が0割、まだヒット打ってないというところなんですけども、非常にね、この選手はですね、まあ、ジャイアンツにとって重宝するというか、重宝されるというかね、非常に、価値が高いんじゃないかなというふうに思ってて、なんでかっていうと、まあ今、岸田選手がね、結構被ってることが多いですと、スタメンをね。で、まあ大城選手もね、被ることあって、小林選手も被ることあってって、いろいろあるんですけども、まあ最近ね、大城選手が打撃が調子がいいというところで、ね、ファーストで起用されることが多いんでね、そういったところで、まあその、まあ3番手保守というか、まあその、もう一人、キャッチャーがいないといけないなっていうところはあったりとか、まあ実際その、郡選手ね、まあさすがにショート、セカンドはちょっと守れないんですけども、守れないと思うんですけど、まあサードであったりとかファーストっていうところはバックアップとして使えるところがあるので、まあ4番手捕手兼、まあ三塁ファーストのバックアップというところで、まあ二役をこなしてくれてる状態にあるので、そういったところで、まあ率とか打撃のところとかいうところを見るとですね、ちょっと物足りないというか、まだちょっとこうね、ヒットを打ってないというところがあるんですけども、非常にね、そのユーティリティ性というか、まあ、キャッチャーを守れるっていうのは非常に価値が高いというか、なかなかそう守れるポジションではないので、そういったところで、郡選手もね、非常に、貢献されてるんじゃないかなっていうふうに思います。でですね、最後はですね、若林選手ね、この選手ほんまに来てくれてよかったですね。うん。まあ、松原選手とのね、交換トレードになったんですけど、まあ、松原選手もね、非常にいい選手、ずっとね、まあ、期待され続けてきて、まあ、期待通りのね、成績を出したこともあったけども、そこからなかなかね、成績が出せなかったっていう時期も長くてね、そういったところで、まあ、その、お互いね、まあ、新天地でというところで、交換トレードしたと思うんですけども、まあ、この若林選手がね、このレフトというポジションがちょっと弱いと、ジャイアンツに関して言えばね、そこを非常に埋めてくれる存在、埋めてくれてる存在になってるんちゃうかなというふうに思ってます。成績見るとですね、10試合で打率が2割5分、3打点、まだホームランはゼロなんですけども、OPS が655、得点圏打率が4割2分9厘というふうになってます。まあ、サヨナラヒットね、この間もありましたし、見てるとですね、やっぱり初球からしっかり振れる、まあ、パリーグならではのところなのかもしれないですけども、非常に野性味があったりとか、しっかりね、ある程度やっぱり強いスイングを初球からかけていける タイミングもね、ある程度やっぱしっかり測った上で、振れていくっていうのは、やっぱバッテリーからしても嫌だと思いますし、やっぱりこう初球を振っていく過程の中でね、しっかりタイミングがあったりとか、自分の感覚のズレを修正できたりしていけるので、そういったところで、まあ見逃したり、するのも、まあ全然ありなんですけども、まあやっぱり振ってってタイミングを合わせるっていうのが、一番ね、投手との間合いというか、打つためにはね、非常に必要なことだと僕思いますんで、そういったところで、まあ今日、まだね、少ない試合、まあ10試合しかまだ出てないですけども、見させていただいている限りですね、しっかりこう、振っていく姿勢っていうのもありますし、守備でもね、足が速いんで、レフトでね、後方の打球をね、取ったりとか、そういった細かいところかもしれないけども、非常にね、貢献してくれてるなっていうところあるので、レフトがね、なかなか決まらなくて、ジャイアンツどうすんねんっていうところ僕思ってたんですけども、
まあ、この選手がですね、若林選手がですね、まあ、レフトというポジションで、まあ、今、ハマってくれてるので、非常にね、ジャイアンツ、うまくね、丸、ヘルナンデス、若林というところの外野の布陣が組めてて、打線もね、非常に状態が、いいんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、トレードというところで、ジャイアンツが今年ね、獲得してきた選手が、今実際どういう成績を収めているのかというふうなところを見ていきました。まあそのね、ピッチャーのところに関してもですね、まあ野手のところにも関してもですね、やっぱりこう、なかなかこう、弱いところというか、ウィークポイントをしっかりとね、補えた、交換トレードをできていると思いますし、まあ今まではですね、FA で、すごい大金を払って、なかなかその選手が活躍しなくてっていうのは結構あったと思うんですけども、まあトレードだとですね、まあその、こっちも痛手、ジャイアンツも痛手を食らってますけども、相手の球団から欲しい選手というかね、まあ今のチーム状況に合わせた選手っていうのを獲得できるっていうメリットがあると思いますんで、そういったところでジャイアンツはね、そのトレード上手というか、まあその外国人のね、ヘルナンデスもそうですし、ココモンテス選手の獲得もそうですし、非常にね、その、スカウト陣が優秀やなって、2年前、3年前とは大違いやなっていうふうに思いますし、非常にそういったところもあってジャイアンツが今周囲を、走れてるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。チャーリーバイバイ。